イタチョコアイスをたくさん食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。なにわ男子、大西流星。動画、大西流星、なにわ男子、が出演する新 TVCM、アイスやねん2、編。森永製菓、イタチョコアイス、の CM キャラクターを務める大西流星、なにわ男子、が出演する新 TVCM、アイスやねん2、編が、9月11日より特設サイトにて、 テレビ放映に先駆けて公開される。また、10月7日より全国でオンエアが開始となる。新 TVCM、アイスや年2、編では、板チョコのような見た目で、実はアイスというユニークな商品特徴を、大西がチャーミングな関西弁で魅力たっぷりに紹介している。実際に、板チョコアイス、を食べながらの撮影だったが、たくさん食べました。 アイスが滑らかで濃厚でめちゃくちゃ美味しかったです。と大西、顔のアップのカットが多かったので表情にも注目していただきたいですと自ら語るようにパキッとチョコたっぷりのイタチョコアイスを夢中で頬張る姿に注目だ。また、イタチョコアイス特設サイトが9月11日11時にリニューアルをオープンする。 完成したばかりの新 CM をテレビ放映に先駆けて視聴できるほか、新 CM の撮影の様子を収録したメイキングムービーや、9月24日から12月20日の期間中、板チョコアイス、白い板チョコアイス、おにこ以上購入したレシートで応募すると、オリジナルクオカード500円分が500名に当たるプレゼントキャンペーン情報など、盛りだくさんの内容。 さらに、白い板チョコアイスにフィーチャーしたウェブ CM、うますぎやろ、変が9月24日より公開される。新 TVCM、アイスやねん2、変ストーリー。これ板チョコ屋と思うやん、とパッケージを掲げながら可愛く問いかける大西。ちゃうねん、と囁き、パキッ、パキッ、とひい口ホーバルドにいい音を響かせ。 分厚いチョコの食感を楽しむと板チョコみたいなと一息だめて、アイスやねん。とにっこり微笑む、板チョコのような見た目で、実はアイスという、チョコたっぷりの、板チョコアイス、の美味しさを堪能した大西。最後は白も、とこの秋発売の、白い板チョコアイス、のアピールも忘れない。撮影エピソード、よろしくお願いします。と爽やかな笑顔でスタジオ入りした大西は、 ソファやカーテンなど、可愛らしい色合いのテキスタイルや、カラフルな小物たちでいっぱいの棚など、美術スタッフが大西のキャラクターをイメージして作り上げたという部屋のセットを見て、すごい。と驚きの声を上げると、早速ソファに腰を下ろし、小道具のウクレレを弾いてみたりと、まるで自分のお部屋にいるかのようにくつろいでいる様子だった。板チョコアイスを頬張るシーンでは、 いろいろな角度やタイミングでの撮影となるため、何度も、板チョコをアイス、を食べたが、板チョコアイス、を、大好きだと公言する大西は、パキッと食べられるのが心地よかったです。アイスが滑らかで濃厚で、めちゃくちゃ美味しかったです。と笑顔で話した。撮影の間、終始幸せそうに、板チョコアイス、を頬張る姿に完璧。いい表情、素晴らしい。 と監督やスタッフから賞賛の声が途切れることはなかった。大西流星インタビュー9前回の CM とほとんどセリフが同じという今作注目してほしいポイントは大西台本を見た時にセリフが前回のものとほとんどそのままだったのでどう違いを見せるのかなと思いました。しかし今回はよりパワーアップしたお部屋の中で撮影でしたし セリフの言い方とか抑揚の付け方をちょっと変えたりしています。あと、板チョコアイスを食べるシーンを前回よりもたくさん撮りました。結構顔のアップカットが多かったので表情にも注目していただきたいです。急撮影中に板チョコアイスをたくさん食べていましたが、大西、たくさん食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。切れ目が入っていて、 パキッと食べられるのが心地よかったですし、アイスが滑らかで濃厚で。プライベートでも、板チョコアイスを食べますし、友達からも、前回の CM が公開されてから、板チョコアイス買ったよ、みたいな写真が送られてくるんです。それが嬉しくて、また友達と食べたいと思います。Q、板チョコアイスは、パキッと食感のたっぷりチョコで疲れを癒せるアイスですが、 大西さんにとって、日々の疲れを癒してくれるものは、大西、僕はよく SNS で動画を見ていて、最近はワンちゃんとか猫ちゃんのハプニング集みたいなのをよく見てしまいます。大型犬がめちゃくちゃ大好きで、飼い主さんにお風呂入るよ、って言われた瞬間に、困った顔をしてすぐ逃げちゃう動画とか、猫ちゃんが足を滑らせて図点。みたいな可愛らしい動画を見ていたら、SNS に、 猫と犬しか出てこなくなりました。あとは実家でも猫ちゃんを飼っていて、家族が2日に1回くらいの頻度で動画とか写真を送ってくれるので、それを見ながら癒されています。